サラトガ方面作戦はアメリカ独立戦争中の1777年に起こったハドソン川の支配権をめぐる一連の戦いである。イギリス軍は戦略的に重要なハドソン川流域の軍事的支配権を得ようとした。この方面作戦の主要部隊はジョン・バーゴイン将軍指揮下の8000名であり、カナダのケベックを出発してシャンプレーン湖まで遡り、ハドソン川を下ってサラトガにまで至った。そこでは9月と10月に頂点となるサラトガの戦い後にイギリス軍大部隊が降伏を強いられた。バーゴイン軍の動きはバリー・セントリージャー大佐によるモホーク川流域を抜けてオールバニに至ろうという試みに支援されるはずだったがうまくいかなかった。セントリージャーの遠征隊はスタンウィックス砦包囲戦でインディアンの支援がなくなった後に撤退を強いられた。もう一つの支援隊をバーゴインは期待していたが、これも実現されなかった。それは、ニューヨーク市のウィリアム・ハウ将軍が、ハドソン川を遡ってその部隊の一部を派遣するよりもフィラデルフィア占領のために軍隊を動かしたからだった。ヘンリー・クリントンが10月初めに、ニューヨークからバーゴイン軍支援の動きをしたが、結果に大きな影響を及ぼせなかった。大陸軍の勝利はこの神聖感もない国の士気を大きく高め、フランスをしてアメリカ支援のために戦争への参入に踏み切らせ、公然と資金、兵士、海軍の支援をはじめ、より広い戦域に対応できるようになった。1776年12月、バーゴインは北アメリカのイギリス軍とドイツ軍が冬季宿営に入ったので、ロンドンに行って、植民地担当大臣、ジョージ・ジャーメインや戦争遂行に責任のある政府役人との会談をはじめ、1777年の軍事作戦を議論した。イギリス軍の北アメリカ駐在部隊は2つあった。1つはカナダのケベックにあって、ガイ・カールトン卿の指揮する軍隊であり、1775年に始まった大陸軍によるカナダ侵攻作戦を1776年にうまく追い返していた。もう一つは北アメリカ総指揮官ウィリアム・ハウ将軍の指揮する軍隊であり、1776年のニューヨーク方面作戦でジョージ・ワシントンの大陸軍をニューヨークから駆逐していた。1776年11月30日、ハウは本国のジョージ・ジャーメインに1777年の作戦について待望ある計画を説明する手紙を送っている。その中でハウは次のように書いている。ジャーメインがそこそこの増援を送ってくれるならば様々な攻撃を仕掛けられる。ハドソン川を遡って1万人の部隊でオールバニを手に入れる。そこから秋には反逆者の首都であるフィラデルフィアを落とす。ハウはこの手紙を書いた後にすぐ気持ちを変えた。増援部隊の到着はあったとしてもおそらく遅いだろう。大陸軍が1776年から1777年の冬にかけて後退したので、フィラデルフィアは脆弱な標的である程度が増している。だから1777年の作戦では、オールバニに軍勢を割くよりも、まず、フィラデルフィアを占領した方が良いと考えた。ハウは、この改定案をジャーメインに送り、ジャーメインは1777年2月23日に受け取った。一方で、バーゴイン将軍は、ロンドンにあって、北アメリカのもう一人の指揮官に指名されようと、務めていた。彼は1775年以降イギリスの、将軍たちによって議論されてきたある計画を作り上げた。それは、ケベックから侵攻して、大陸軍を2つに割ってしまおうという試みだった。この作戦は1776年に、すでにカールトンによって実行されたが、季節的に遅すぎたために大規模な侵略には至らずに停止していた。カールトンは、大陸軍がケベックから撤退した時にその利点を生かして、追い打ちをかけなかったことで、ロンドンではかなり批判されており、ジャーメインの覚えがひどく悪かった。このことは、ライバルであるクリントンが、サウスカロライナのチャールストンを占領し損なったことと、合わせて、バーゴインが、北部の方面作戦で指揮官となるチャンスであることを意味していた。ジョン・バーゴイン将軍の肖像、ジョシュア・レノルズが計画書の提出を求められると、バーゴインはカナダ側からの戦争遂行に関する考察と題する論文で多くの戦略を説明し、1777年2月28日にジャーメイン卿に提出した。この最初の計画書は多少の修正を加え承認された。バーゴインはクリントンを出し抜いて、作戦の指揮官の指名を勝ち取った。クリントンもロンドンに帰っており彼自身も指揮官の指名を得ようとしていた。バーゴインは彼の成功を疑っていなかったので、1年以内に勝利の凱旋をするということである友人と50ギニーをかけていた。バーゴインのケベックからの侵攻計画は2手に分かれて行われることになった。一つは彼が約8000名の主力部隊を率いて、シャンプレーン湖沿いにオールバニに向かう。もう一つはバリー・セントリージャーに率いられた約2000名でもホークガー流域を下って戦略的陽動を行う。二つの部隊はオールバニで落ち合い、そこでハドソン川を登ってくるハウの軍隊と合流する。カナダからニューヨークまでシャンプレーン湖、ジョージ湖、ハドソン川の経路を支配することは、ニューイングランドとアメリカの他の植民地を切り離すことを意味した。バーゴインの提案の最後のポイント、すなわちハウがニューヨーク市からハドソン川を遡ってくることが、この作戦について最も論議を呼んだところとなった。ジャーメインはハウの手紙を受け取った後にバーゴインの計画を認めている。ハウはフィラデルフィア攻略に向かうので、その年遅くまで北方軍を支援できないと言っている。ジャーメインがハウの改定案を当時ロンドンにいたバーゴインに告げたかどうかは不明である。ある資料では告げたと言っているが、他の資料では作戦がある程度進行するまでバーゴインはこの変更を知らされなかったと言っている。ハウがケベックからの侵攻を支援すると想定される程度について、ジャーメインとハウとバーゴイン3者が同じ予測を立てていたかどうかも不明である。ハウは指示に従えず、バーゴイン軍を実質的に捨てたのだという者もいる。バーゴインが使命を果たせなかったので、その責めをハウとクリントンに負わせようとしたのだという者もいる。確かなことはジャーメインが彼の部下の将軍たちに自由度を与えすぎたか、あるいは戦略全体を明確に定義していなかったということである。この不確かさは、1777年4月2日付で、ジャーメインからハウに送られた手紙に浮き上がった。そこではジャーメインがハウのフィラデルフィアに向かう作戦を承認していたが、カナダから侵攻するよう命令された軍隊と時を合わせて共同し、その軍隊をハウの指揮下に入れることということも強調されていた。歴史家のロバート・ケッチャムは、バーゴインがこの指示の写しを受け取っておれば、おそらく問題点に気づいていたことだろうと考えている。バーゴインは一部詳細は欠けていたが、今回の計画を紹介するジャーメイン卿の手紙を携えて、1777年5月6日にケベックに戻った。このことは、この戦争を通じてイギリス軍を窮地に追いやる、式場のもう一つの問題を生み出した。事実上、中将であるバーゴインは、カールトン少将より階級が上である。しかし、カールトンは、ケベックの総督だった。ジェーメインのバーゴインとカールトンに対する指示書は、ケベックにおけるカールトンの役割を具体的に制限していた。このことはカールトンにとっては逆風であり、カールトンが遠征の指揮官職を得られなかったことと組み合わされて、1777年の後の時期にその辞任につながり、さらにはクラウンポイントトリデとタイコンデロガトリデを占領した後で、ケベック駐在軍のその守備隊への援軍を拒むことにもつながった。ジョージ・ワシントンの大陸軍はニュージャージーのモリスタウンに宿営しており、その上層部はイギリス軍が1777年にどのような作戦を立ててくるかうまくつかめていなかった。ワシントンや大陸軍の北部方面軍を担当し、ハドソン川防衛の責任があったホレーショ・ゲイツとフィリップ・スカイラーの各将軍の心にあった基本的問題は、ニューヨークにいるハウ軍の動きだった。ケベックのイギリス軍が立てている作戦についてはほとんど分かっていなかった。しかしバーコインはモントリオールにいる誰もが自分の作戦を知っているとこぼしていた。大陸軍の3人の将軍たちはバーゴインの動きの可能性については意見の一致を見ず、大陸会議もバーゴイン軍は会場をニューヨークへ移動する可能性があるという意見に傾いていた。この判断力の欠如の結果として、また、ハウ軍がニューヨーク北方に動いた場合、タイコンデロガ砦やモホーク川とハドソン川、流域などの各所で供給線が孤立してしまうという事実もあって、その方面への守備隊は著しく増やさなかった。スカイラーは1777年4月に、ピーター・ガンズボート大佐の指揮する大型の一個連隊を派遣し、その地域のイギリス軍の動きに対する防衛策として、モホーク川上流域にあるスタンウィックス砦を再建させようとした。ワシントンはイギリス軍の動きに合わせて、北にも南にも動けるように、ピークスキルで4個連隊が駐屯するようにも命令を出した。7月にはニューヨーク戦域全体に大陸軍が配置された。約1500名の部隊がモホーク川流域に配され、約3000名の部隊がイスラエル・パットナム将軍の指揮でハドソン川流域の高地に置かれ、スカイラー将軍は約4000名を指揮した。ベルジェンヌ伯、シャルル・グラビエ、アントワーヌ・フランソワ・カレーが7年戦争以降、フランスの外相たちは、セザール・ガブリエル・ド・ショワズールをはじめとして、イギリスの北アメリカ植民地の独立がフランスには幸いし、イギリスには災いとなるという一般的な観念を追求し、さらにヌーベルフランスの一部を回復しようというフランスの試みが北アメリカ植民地の動きに不利益となると考えていた。1775年にアメリカ独立戦争が始まると、当時の外相だったベルジェンヌ伯、シャルル・グラビエはフランスとさらにはスペインが革命派の動きを密かに支援する一連の提案を作成し、その海軍を増強することを含め、参戦の可能性に備えていた。ベルジェンヌ伯は、反乱軍がしかるべき支援がなくてもその強さと、軍事的勝利を得る能力を示すまでは、表だった戦争への参入が、外交的にも政治的にも可能だとは考えなかった。フランスが戦争に参入するという目的のために、ベルジェンヌ伯は北、アメリカやロンドンからの情報を密に摂取し、スペインが参戦するための障害を除くように動いた。ベルジェンヌ伯は1776年8月に、ルイ16世に戦争を提案することまでしたが、ハウがニューヨーク市を占領したという知らせで、その計画は潰れた。バーゴイン軍の大半は1776年春に、ケベックに到着し、植民地内から、大陸軍部隊を駆逐する動きに参加した。ケベックに集まった部隊は、イギリス正規軍に加えて、ドイツのフリードリヒ・アドルフ・リーデゼル男爵が指揮する、ヘッセンハーナウ公国及び、ブラウンシュバイク公国から数個連隊が入っていた。これらの正規軍の中から、イギリス兵200名と、ドイツ兵300ないし400名が、セントリージャーのモホーク渓谷遠征隊に充てられ、約3500名は植民地防衛のためにケベックに残された。その残りがバーゴインのオールバニに向けた作戦に当てられた。正規軍はケベックで徴収される2000名ほどの民兵で補強されると考えられた。しかし、カールトンは6月までにわずかに小さな3個中隊を立ち上げただけだった。バーゴインはおよそ1000名のインディアンが遠征隊を支援すると期待してもいた。約500名がモントリオールとクラウンポイントの間で合流した。バーゴイン軍はケベックを離れる前に兵站の問題でも悩まされた。明らかにバーゴインもカールトンも予測していなかったことだった。この遠征は大半が水路を行くことを想定しており、経路にある陸地を行くために大量の装備や物資を運ぶ荷車や馬など、牽引用動物の数が少なかった。6月初めになって、やっとカールトンは軍隊を動かすために十分は荷車を発注する命令を出した。その結果、荷車は生木を使ってお粗末に作られ、逃亡の恐れが高い市民によって引いていかれることになった。バーゴイント・カールトンは1777年6月13日に、シャンプレーン湖の真北にある、リシュリュー川沿いのセントジョンズで集結した軍隊を観閲し、バーゴインは儀式的に指揮権を渡された。昨年に建造された5隻の帆船に加えて6隻目を作り、前年のバルカー島の戦いでベネディクト・アーノルドから3隻を奪っていた。これらはいくらか輸送の役に立つことに加え、湖上を南に軍隊を動かす大輸送船団を護衛する役割もあった。翌日進発したバーゴインの軍勢には7000名の正規兵と軽迫撃砲から24ポンド砲までの大砲が130門以上あった。正規兵はサイモン・フレーザー准将が指揮する前衛隊と2個師団に組織された。ウィリアム・フィリップ少将のイギリス正規軍3900名を右翼に、もう一つはリーデゼル男爵のブラウンシュバイク公国及びヘッセンハーナウ公国兵3100名を左翼に置いた。正規軍は十分な装備で出発したが、そのうちの特にドイツの竜騎兵は荒れ地での戦闘への準備が不足していた。セントリージャー大佐の遠征隊も6月半ばに集結した。その部隊はイギリス正規兵、ロイヤリスト、ドイツ人傭兵及びインディアン部隊からのレンジャーズの混合中隊、約750名で構成され、6月23日にモントリオールに近いラシーンを進発した。デファイアンス山からタイコンデロガ砦を見下ろすバーゴイン軍はシャンプレーン湖を遡り、6月30日には防御されていなかったクラウンポイント砦を占領した。大陸軍がイギリス軍の動きの詳細を分からせないようにするには、インディアンの支援部隊による遮蔽行動が大きな効果があった。大陸軍の約3000名の正規兵と民兵の守備隊でタイコンデロガ砦と周辺の指揮を任されていたアーサー・セントクレア将軍は7月1日になってもバーゴイン軍の全容がつかめていなかった。バーゴイン軍の主力はわずか4マイルまで近づいていた。セントクレアはスカイラー将軍からできるだけ長く持ちこたえてから2つの通りを使って撤退するように命令を受けていた。7月2日にタイコンデロガの外郭防御工作物で小競り合いが始まった。7月4日までに大陸軍守備隊の大半はタイコンデロガ砦か近くのインデペンデンス砦に入った。大陸軍にはわからなかったことだが、外郭防御工作物から撤退したことで、イギリス軍がシュガーローフと当時呼ばれた丘の上に大砲を据えるための道を開けてしまった。そこからは砦を俯瞰することができた。セントクレアは7月5日にシュガーローフに据えられたイギリス軍の大砲を目撃した後、その夜陰に紛れて撤退し、バーゴイン軍は7月6日にタイコンデロガ砦とインデペンデンス山の陣地を占拠した。難攻不落と思われていた砦が抵抗もなく陥落したことで、大衆からも政治家からも大騒ぎになった。後の調査で、スカイラーもセントクレアも、この撤退に落ち度がなかったことが明らかになったが、大陸会議は8月に、大陸軍北部方面軍指揮官をスカイラーから、ホレーショ・ゲイツにすげ替えることになった。アーサー・セントクレア将軍、チャールズ・ウィルソン・ピールがバーゴインは退却する、大陸軍を追わせるために、主力から部隊を派遣し、セントクレアは2つの異なる道を通って南に下った。イギリス軍は少なくとも3度は撤退する大陸軍の部隊に追いついた。フレーザー将軍とリーデゼル男爵の部隊は7月7日のハバードトンの戦いで大陸軍の決死の抵抗に直面し、同じ日には主力の前衛隊がスキーンスボロでピアースロングの撤退中の中隊との間に小競り合いがあった。その後7月8日のアントリでの戦いでは、膠着状態になり、イギリス軍の先端中隊がほとんど壊滅させられた。これらの戦闘では、イギリス軍が被ったよりも、約 50% 多く大陸軍に損失を出させたが、大陸軍は頑強な抵抗を行うことができると、イギリス軍の士官たちに示すことになった。バーゴイン軍は、タイコンデロカの戦闘の結果約1500名を減らされることになった。バーゴインはクラウンポイントの火薬庫に400名を、タイコンデロガには900名を守備隊として残し、それに続く戦闘の結果約200名の損失を出した。セントクレアの部隊の主力はニューハンプシャー直拠地を通って撤退した。セントクレアは地元の民兵隊の支援を要求する文書を発し、また土地の家畜や物資の多くを大陸軍が再結集することになっていたハドソン川沿いのエドワード砦に運ぶよう手配した。セントクレアは5日間の死に物狂いの行軍の後、7月12日にエドワード砦に到着した。ハバードトンでチリジリになった部隊の残りが主力に合流したが、セスワーナーとその連隊の残りはニューハンプシャー直拠地内マンチェスターに泊まった。バーゴインはスキーンスボロでロイヤリストのフィリップ・スキーンの家に入り、その間に軍隊の一部を再編成し次の作戦を検討した。イギリス軍の勝利を公表するためにその概要を手紙に認めた。この知らせがヨーロッパ各国の首都に届いた時、国王ジョージ3世は満足に思い、フランスのベルジェンヌ伯は逆で、フランスが戦争に参入するという以前の提案は、事実上潰れた。イギリスの外交官は、フランスやスペインに対する圧力を増し、アメリカの船舶に対してその港を閉鎖するよう要求した。この要求が拒絶された時大国の間の、緊張関係を著しく増すことになった。この知らせは大陸会議とアメリカの大衆には厳しく受け止められ、特にセントクレアとスカイラーが賄賂を受け取っていたという中傷になった。7月10日、バーゴインは次の一連の行動について命令を発した。軍隊の大半はスキーンスボロからエドワード砦までアントリデを経て荒い道路を進み、重い大砲はジョージ湖を船でエドワード砦まで運ぶことにした。リーデゼルの部隊は道路をキャッスルトンまで戻って、コネチカット側を目指していることを示唆する、陽動行動をさせた。バーゴインは陸上をアントリデを経て動かす決断をしたが、これは守備側が容易に道を塞ぐことができると予知していたこの遠征隊の作戦に関する解説と矛盾していた。その決断は2つの要因によって動かされていたように見える。一つは、ジョージ湖を経て、水上を進む場合に対抗する動きが必要であり、撤退と認識されうると考えたこと。もう一つは、バーゴインが道を建設していかねばならないことで、フィリップスキーンの資産の利益につながる事情があり、その影響力があったことだった。スカイラーは、タイコンデロガ砦が陥落したという知らせを、オールバニで受け取り、すぐに約700名の正規兵と1400名の民兵が守備隊として駐屯するエドワード砦に馬で向かった。スカイラーはバーゴインの皇帝をできる限り困難なものにしてやろうと決断し、斧を武器として使った。敵軍の進路に大きな木を切り倒しておくことが、それを取り除くよりも簡単なことであった。そうすれば、バーゴイン軍の歩みが遅れ、兵士を疲れさせ、兵糧を使わせることになると考えた。7月11日に、バーゴインはジャーメインに宛てて、エドワード砦に向かう道沿いで、大陸軍が体系的に樹木を倒し、橋を壊し、流れをせき止めていると不平を書き送った。スカイラーは、イギリス軍が地元から食料を調達できないように、焦土作戦も採用した。バーゴイン軍の動きが止まっていても、その石膏の動きは活発であり、スカイラーの作業部隊の何人かは攻撃を受けた。スカイラーの戦術によってバーゴインは大砲や部隊を動かすために荒野に道を作って進むしかなかった。この作業にはおよそ2週間を要した。スキーンスボロを7月24日に出発し、7月29日にエドワード砦に到着した時は、スカイラーがすでに砦を放棄させスティルウォーターに退いた後だった。バーゴインがスキーンスボロを出発する前に、五大湖地方からセントルック・ド・ラ・コルヌとシャルル・ミシェル・デ・ラングレードの指揮で、約500名のインディアンが合流していた。セントリージャー中佐の部隊は、セントローレンス川を遡り、オンタリオ湖を横切り、無事にオスウエゴに到着した。彼の部隊は300人の正規軍と650人のカナダ人、ロイヤリスト民兵であり、さらにジョン・バトラーと、イロコイ族の戦闘指導者、ジョセフ・ブラント、サイエン・クラータ及びコーン・プランターに率いられた1000人のインディアンが加わった。7月25日にオスウエゴを離れ、スタンウィックス砦に向けてもホーク川を降り、8月2日にはその包囲戦を始めた。約800人のトライオン軍民兵と同盟インディアンが包囲を破ろうとしたが、8月6日の血生臭いオリスカニーの戦いで、イギリス軍とインディアンの待ち伏せに遭い、蹴散らされた。アメリカ軍は戦場を死守したが、その指揮者であるニコラス・ハーキマー将軍が致命傷を負ったのをはじめ、被った甚だしい損失のために撤退した。イロコイ連邦の戦士は、この戦闘で両軍に分かれて戦い、連邦内の内戦の始まりとなった。オリスカニーの戦いの間に、包囲されていたアメリカ軍がスタンウィックス砦から出撃し、近くのがら空きだったインディアン宿営地を襲撃した。オリスカニーで大きな損失を受けたことと組み合わされて、インディアンの士気には大きな打撃になった。オールバニに向かうバーゴイン軍の経路、1777年6月から10月8月10日に、ベネディクト・アーノルドが、スカイラーの北部方面軍から800名を割いて、スタンウィックス砦に向け、スティルウォーターを出発した。8月21日に到着したデイトン砦の近くでトライオン軍民兵を募ることができると期待していた。彼はそこでほんの100人しか民兵を募れなかったので調略に頼ろうとした。彼はロイヤリストの捕虜を逃がしてセントリージャーにアーノルドがすでに持っているよりも大軍でやってくると伝えさせた。この知らせにセントリージャー部隊からブラント以下インディアンの部隊が抜けた。インディアンは持っていた物資の大半も持ち出しており、セントリージャーはオスウェゴを通ってケベックに戻らざるを得なくなった。アーノルドは一部の部隊に近道をして彼らを追わせ、残りの部隊でサラトガの大陸軍に合流するために向かった。セントリージャーの残っていた兵士は最終的に9月27日にタイコンデロガ砦に到着した。その到着は効果的にバーゴインを支援するには遅すぎた。バーゴインの軍隊はその周りで数を増すアメリカ軍のためにすでに孤立していた。バーゴインのイギリス軍はタイコンデロガ砦に近づいた時のようにエドワード砦に進む時もインディアンの部隊が先導し、スカイラーが残していった少数の分遣隊を蹴散らしていった。これら同盟インディアンたちは辛抱できないようになり、近辺の開拓地の家族や集落を無差別に襲い始めた。このことは大陸軍に対する地元の支援を減らすよりも逆に増加させる方に動かした。ロイヤリストの開拓者で魅力ある若者だったジェーン・マグリアがインディアンの手にかかって死んだことが広く宣伝され、地域の住民が大陸軍支持に回る触媒になった。バーゴインが犯人を罰しないと決めたことは、インディアンを統制下に置いておくつもりがなく、あるいはできないこととして見られた。ベニントンの英雄ジョン・スターク将軍バーゴインの軍隊がスキーンスボロからエドワード砦までちょうど5日間で行ったとしても、荒野の中の荒々しい道に対処することのできる荷車とそれを牽引する動物がなかったために、視聴隊が遅れたので、軍隊そのものも遅れを生じた。8月3日、ハウ将軍からの伝令が初めて大陸軍の前線を突破してエドワード砦のバーゴイン軍宿営地に着いた。この伝令は良い知らせをもたらさなかった。7月17日にハウが書いたその知らせには海上をフィラデルフィア占領に向けて出発する準備をしているので、ニューヨーク市防衛の責任者クリントン将軍が何か起こった時に指示をすると書かれていた。バーゴインはこの伝言の内容をその参謀たちに漏らそうとしなかった。この頃バーゴインは兵站問題が深刻になってきたのを認識し、7月にリーデゼル男爵が提案していた行動を起こす決断をした。バーゴインがスキーンスボロにいる間にリーデゼルの部隊をしばらくキャッスルトンに駐屯させており、リーデゼルはその地域には牽引用の動物や馬が豊富であり、捕まえれば軍のためになると主張していた。8月9日にバーゴインはフリードリヒバウム大佐の連隊をブラウンシュバイクの竜騎兵隊と共にマサチューセッツ西部やニューハンプシャー直拠地に送った。このバウムの分遣隊が戻ってくることはなかった。その補強に向かわせた部隊は8月15日のベニントンの戦いから疲れ切って戻り、1000人近い兵士と共に大変必要とする補給物資が失われた。バーゴインが気づいていなかったことは、対コンデロがトリデからの撤退後に、セントクレアが呼びかけていた民兵隊の支援が行われていたことであり、ジョン・スターク将軍は、ベニントンに2000名の部隊を配置した。スターク隊は、バウム隊を取り囲み、バウムを殺し、その分遣隊の大半を捕獲した。マクリアの死とベニントンの戦いの結果は、アメリカ人にとって、時の声として機能しただけでなく、他にも重要な効果を生んだ。バーゴインは、マクリアの死について同盟インディアンとカナダ人を非難し、またインディアンが、ベニントンで80名を失った後でも、ねぎらいの言葉もなかった。その結果として、ラコルヌとインディアンの大半は、イギリス軍宿営地を離れ、バーゴインの下には100名足らずの石膏インディアンが残っただけだった。バーゴイン軍は森の中でアメリカのレンジャーズに対して防御がない状態にされた。バーゴインは後にラコルヌが脱走したとして非難したが、ラコルヌはバーゴインがインディアンを尊重することが一度もなかったと反論した。イギリスの議会ではジャーメイン卿がラコルヌの肩を持った。遅延戦術がうまくいっている一方で、大陸会議は違う方向に行っていた。ホレーショ・ゲイツ将軍は、大陸会議が対コンデロが陥落の衝撃にうろたえている時に、フィラデルフィアにいたが、ゲイツは躊躇する将軍たちに攻めを負わせる、以上のことをしようとしていた。大陸会議の大議員の中にはすでに、ジョージ・ワシントン将軍に我慢できなくなっている者もいた。彼らは大規模な直接対決によって占領軍を排除することを望んでいたが、ワシントンはそれによって戦争そのものに負けるかもしれないと恐れていた。戦争委員会の委員長であるジョン・アダムズはゲイツを褒めて、我々が一人の将軍を射止めるまでは一つのポストにつくこともないだろうと言った。ニューヨークの大議員の反対にもかかわらず、8月10日に大陸会議はゲイツに、北部方面軍の指揮を取らせた。さらには、ペンシルベニアからマサチューセッツまでその民兵隊を招集するよう命令を出してもいた。8月19日、ゲイツはオールバニに到着し指揮に就いた。ゲイツのやり方は冷酷で傲慢であり、その最初の作戦会議からスカイラーをあからさまに排除した。スカイラーはその後すぐにフィラデルフィアに向けて旅立ち、オールバニの地域についてよく知っていたのにその情報をゲイツに与えなかった。8月の間、さらには9月に入っても民兵の多くの中隊がハドソン川沿いにある大陸軍の宿営地に到着した。それらはワシントンがアーノルド将軍のスタンウィックス砦で解放作戦の一部としてハドソン高地より北から集めるよう命じた部隊であり、8月末に到着した。またダニエル・モーガンが自軍の中から北に派遣したそのライフル隊の中でも狙撃の名手たちが到着した。大陸軍がベニントンやスタンウィックス砦で成功したという知らせにジェーン・マクリアの死に関する怒りが組み合わされ支援の呼びかけに集まったものであり、ゲイツの軍隊は6000名以上の部隊に膨れ上がった。この数字にはベニントンにあるスタークの小さな軍隊は含まれていなかった。スターク隊は病気やいくつかの中隊が離脱したためにその数を減らしていた。しかしバーゴインの供給線や通信線を攻撃する任務を与えられていたベンジャミン・リンカーン将軍が立ち上げた数百の部隊も集まってきた。ホレーショ・ゲイツ将軍、ギルバート・スチュアートがサラトガの戦いは一つの出来事として表現されることが多いが、実際には二つの戦闘を節目とする1ヶ月間にわたる作戦行動だった。1777年9月初め、バーゴイン軍は勢力7000名を少し上回るものであり、ハドソン川の東岸に止まっていた。セントリージャーの部隊がスタンウィックス砦でしくじったことを8月28日に知り、ハウがニューヨーク市からそこそこの支援を送るつもりがないこともその前に知っていた。投機の防御しやすい宿営地に入る必要があったが、それは大根でロガ取りでまで引き返すか、オールバニまで進むことであり、バーゴインはオールバニを選んだ。この判断に続いて、さらに2つの重要な決断をした。一つは、北との通信線を遮断することであり、それで自軍の位置と大根でロガ砦との間にある厚く防御を施した基地の並びを維持する必要がなくなった。もう一つは、比較的強固な陣地にいたにもかかわらずハドソン川を西に渡ることにしたことだった。後方にいたリーデゼルの部隊に、スキーンスボロから南の基地を放棄するよう命じ、サラトガのすぐ北で川を渡るよう命じた。渡河は9月13日から15日にかけて行われた。インディアンの支援がなくなっていたことで信頼できる石膏部隊がおらず、バーゴイン軍は慎重に動いて南に進んだ。9月18日、バーゴイン軍の前衛隊は、サラトガのすぐ北、大陸軍の防衛線からは約4マイルに到着し、両軍の先導部隊の間で小競り合いが起こった。ゲイツが、スカイラーの軍を引き継いだとき、その大半は、スティルウォーターの南、モホーク側の川口近くにいた。9月8日、当時1万名になっていた軍隊にスティルウォーターで防御線を張るよう命じた。ポーランド人公兵技師タディアス・コシューシコはその地域が防御工作に適していないことが分かったので、さらに北3マイルの新しい場所を見つけた。この場所でコシューシコは川からベミス高地と呼ばれる崖まで防御線を敷かせた。この防御線の右翼は、名目上リンカーン将軍に与えられたが、リンカーンは、大根でロガ砦に対する陽動行動を意図した部隊を率いていたので、ゲイツ自身がその部分の指揮を取った。ゲイツは、以前人間関係の良かった、ベネディクト・アーノルド将軍を、軍の左翼、西の防衛線である、ベミス高地に置いた。アーノルドがゲイツの憎んでいるスカイラーの友人を参謀に選んだ時、二人の間の関係がこじれた。ゲイツとアーノルド双方の癖のある性格とも組み合わされ内部の権力争いにまで発展することになった。ベネディクト・アーノルド将軍、トマス・ハートによる彩色メゾチント版バーゴインもアーノルドも大陸軍左翼側面の重要性を認識していた。バーゴインは大陸軍陣地の側面をつけると認識し、その軍隊を2つに分けて、9月19日に大きな部隊を西に派遣した。アーノルドもイギリス軍が自軍左翼をついてくる可能性が強いと考え、その動きに対応するために、フリーマン農場へゲイツの部隊を動かす許可を求めた。ゲイツは予想される正面攻撃に対応するために防御線の後で待機したかったので、アーノルドの提案を拒んだ。ゲイツはアーノルドがダニエル・モーガンのライフル10兵といくらかの系譜表を威力偵察に送ることは許可した。これらの部隊がバーゴイン軍側面に接触した時にフリーマン農場の戦いを起こさせることになった。それに続く戦闘の中でイギリス軍はフリーマン農場を確保したが、その軍隊の1割にあたる600名の損失を出した。この戦闘の後で、ゲイツとアーノルドの間の確執が爆発した。大陸会議に送る、この戦闘の公式報告書で、ゲイツはアーノルドについて、全く触れなかったばかりでなく、事実上独立してはいたが戦闘中、アーノルドの指揮下にあった、モーガンの中隊を自分の指揮下に移した。アーノルドとゲイツは、ゲイツの宿営所で騒々しい議論を行い、その中でゲイツは、リンカーン将軍がアーノルドと交代すると告げた。この議論の後でアーノルドはゲイツに手紙を書き、その憤懣を述べ、ワシントン指揮下に転籍してくれるよう要請した。ゲイツはアーノルドに立ち去る許可を与え、アーノルドに対する卑劣な侮辱を与え続けた。アーノルドが残留を選んだ理由について通常、言われていることは、ゲイツとリンカーンを除く戦線の士官全員が署名した。嘆願書が彼をとどまらせたということである。そのような文書に対する提案が検討される一方で、実際に起訴され署名されたという当時の証拠は残っていない。バーゴインは翌日に攻撃を再開することを検討したが、フレイザーが多くの兵士は前日の戦闘で疲れていると言った時に中止した。それゆえに兵士たちには塹壕を掘らせ、9月21日にニューヨークのクリントン将軍から受け取った手紙にハドソン川を遡ってゲイツの軍隊をいくらか引きつけるとあったので、南からの支援を受けられる知らせを待つことにした。バーゴインは脱走が続いて軍勢を減らしており、また食料やその他重要な物資が不足し始めていることに気づいていたが、大陸軍が日々その数を増やしつつあることは知らず、またゲイツがイギリス軍の宿営地の緊急を要する状況について、情報を掴んでいることも知らなかった。サラトガにいる両軍が先の戦闘後まで気づいていなかったことは、リンカーン将軍とジョン・ブラウン大佐がタイコンデロガ砦でのイギリス軍陣地に攻撃をかけていたことだった。リンカーンは9月初旬にベニントンで2000名の兵士を集めていた。クリントン隊はバーモントのポーレットまで進軍した後でタイコンデロガ砦での守備隊を吸収できる可能性があるという知らせを受けた。リンカーンは3つの分遣隊をそれぞれ500名の兵士で編成し、敵を悩ませ、分割し、動転させろと言って送り出した。一部隊はスキーンスボロに行ってそこがイギリス軍に放棄されていることを見つけた。2番目の部隊は、シャンプレーン湖東側のインデペンデンス山の占領に行き、ジョン・ブラウン大佐が率いる3番目の部隊は、タイコンデロガ砦に接近した。ベンジャミン・リンカーン将軍、チャールズ・ウィルソン・ピールが9月18日朝、ブラウン隊がジョージ湖とシャンプレーン湖をつなぐ、陸路南端でイギリス軍守備隊を吸収した。ブラウン隊はその道を急速に動いて、イギリス軍守備隊に対する吸収を続け大砲を捕獲し、タイコンデロガ砦を前にする高地に到着して、オールドフレンチラインズを占領した。ブラウン隊は道すがら捕虜になっていた100名を解放し、300名近いイギリス兵を捕獲した。ブラウンが砦の降伏を要求したがこれは拒絶され、その後の4日間ブラウン隊と砦の守備隊は砲撃戦を交わしたが、ほとんど効果はなかった。ブラウンは実際に砦を襲うには兵力が足りなかったので、ジョージ湖まで引き返し、そこで湖上の島にある物資貯蔵所を占領しようとしたが成功しなかった。ゲイツ将軍はフリーマン農場の戦いがあった日に、リンカーンに伝言を送り、サラトガに戻ってくることと、一瞬でも失われるべきではないことを伝えさせた。リンカーンは、ベミス高地に9月22日に到着したが、最後の部隊が戻ったのは29日のことだった。ハウ将軍は、ニューヨークを出て、フィラデルフィアに向かうときに、ヘンリー・クリントン将軍に、ニューヨーク守備の任務を与え、もし機会があれば、バーゴインを支援するよう指示していた。クリントンは9月12日に、バーゴインに宛てて、伝言を送り、あなたが2000名の兵士で効果的に支援できると考えるならば、約10日のうちにモンゴメリー砦に圧力をかけるつもりだと伝えていた。バーゴインはこの手紙を受け取ったとき、即座にクリントン隊が支援のためにオールバニに到着できるという可能性に基づいて、前進すべきか後退すべきかクリントンの指示を求める返書を出した。バーゴインは10月12日までに返事を受け取らなければ、撤退を強いられることになると示唆していた。10月3日、クリントンは3000名の部隊を率いてハドソン川を遡り、バーゴインの返書を受け取った1日後の10月6日には、クリントンとモンゴメリーと名付けられた2つの高台の砦を占領した。この勝利の後で送られた3人の伝令はすべて捕まったので、バーゴインがクリントンの伝言を受け取ることはなかった。クリントンは勝利の後でハドソン川にかかっていた鎖を壊し、襲撃隊に川を遡らせて10月16日には北のリビングストン荘園まで進んだが、その後に撤退した。クリントンの動きに関する知らせがゲイツの元に届いたのはベミス高地の戦いが終わった後だった。ダニエル・モーガン将軍、チャールズ・ウィルソン・ピールがリンカーン部隊の2000名に加えて民兵隊が大陸軍宿営地に殺到し、大陸軍は15,000名以上まで膨れ上がった。バーゴインは10月3日に軍隊の食料が底をつき、翌日作戦会議を招集した。この会議の結論は約1700名の部隊を大陸軍左側面に送って威力偵察を行うことだった。バーゴインとフレーザーは10月7日の午後早くにこの分遣隊を扇動した。その動きは見張られており、ゲイツはダニエル・モーガンの兵士だけが対抗して出ていくことを望んだ。アーノルドはそれでは明らかに不十分であり、大部隊を送るべきと言った。ゲイツはアーノルドの言葉を最後まで聞かず、その言を無視して、あなたはここでは仕事ができないと伝えた。しかしゲイツはリンカーンから与えられた同様な忠告には同意した。モーガンの中隊をイギリス軍の右翼に送ったことに加え、エノック・プアの旅団もバーゴインの左翼に派遣した。プアの部隊がイギリス軍と接触した時にベミス高地の戦いが始まった。大陸軍の最初の攻撃は非常に効果的であり、バーゴインは後退を命令しようとしたが、その命令が伝えられる前にその副官が撃たれた。激しい戦闘の中でバーゴイン軍の側面が露出し、中央ではブラウンシュバイク兵がラーニド隊の決死の攻撃に耐えていた。戦闘のこの段階でフレーザーが瀕死の重傷を負った。これはモーガン隊の狙撃手ティモシー・マーフィーの功績とされることが多いが、その話は19世紀に作り上げられたものである。フレーザーが倒れ、大陸軍の援軍が到着したことで、バーゴインはその軍の左翼になっていたものに、塹壕戦の背後まで後退するよう命令した。アーノルドは自分が関わらない戦闘の音によってイライラが募り、ついに大陸軍の作戦本部から馬に乗って飛び出し、前線に加わった。アーノルドについて、酒を飲んで興奮していたという者もいるが、イギリス軍陣地に対する攻撃に加わった。イギリス軍前線の右翼は、フリーマン農場に作られていた2つの土盛り堡塁で構成されており、ハインリヒ・ブライマンが指揮するブラウンシュバイク兵と、バルカレス卿が指揮するケーフ卿が守っていた。アーノルドは兵士を鼓舞してまずバルカレスの堡塁を攻撃したが成功しなかった。続いて大胆にもカナダ人非正規兵の小さな中隊が守る2つの堡塁の間の空間を馬で抜けて進んだ。ラーニド隊の兵士が後に続き、ブライマンの堡塁の柄空きになった後方を襲撃した。アーノルドが乗っていた馬が撃たれて倒れ、アーノルドを下敷きにしてその足を砕いた。ブライマンは激しい戦闘の中で殺され、その陣地は占領された。しかし、夜が訪れ、戦闘は終わりになった。この戦闘は、バーゴイン軍にとって、流血の多いものとなり、約900名が戦死、負傷、または捕虜となり、対する大陸軍は、約150名の損失だった。ニューヨーク州サラトガ郡ビクトリーにあるサラトガの戦い記念碑。サイモン・フレーザーはその受けた傷がゆえで翌日早くに死んだが、埋葬されたのは日没近くなってからだった。バーゴイン軍の塹壕戦は大陸軍によって執拗な嫌がらせにさらされていたので、バーゴインは撤退を命令した。バーゴイン軍がサラトガに到着するまでに2日近くかかった。激しい雨と大陸軍の探りを入れる攻撃のために歩みを鈍くされた。バーゴインは大陸軍の宿営地における兵站の問題に救われた。大陸軍は物資を前に進め食料を発給するのが遅れて軍の前進する力を奪われていた。しかし、ゲイツは分遣隊をハドソン川の東岸に派遣して、いかなるとかの試みにも対抗するよう命じた。10月13日朝までにバーゴイン軍は完全に包囲され、作戦会議を開いて、交渉を開始することを表決で決めた。降伏条件は10月16日に合意に達したが、バーゴインは降伏よりもむしろ協議と呼ぶことを主張した。10月17日、バーゴインがゲイツにその刀を渡し、すぐにそれを返してもらうという儀式に続いて、バーゴイン軍はその武器を渡すために行進し、大陸軍の音楽隊はヤンキー・ドゥードゥルを演奏した。イギリス軍は11月にタイコンデロがトリデとクラウンポイントから撤退し、12月初めにはシャンプレーン湖からもいなくなった。一方大陸軍はまだやることが多かった。クリントン将軍によるハドソン川襲撃に警告を受けて10月18日に軍隊の大半は南のオールバニに進み、別の部隊は協議の軍隊を伴って東に向かった。バーゴインとリーデゼルは降伏の儀式を見るためにオールバニから北に来ていたスカイラー将軍の客になった。バーゴインは1778年5月に仮釈放でイングランドに戻ることを許され、その後の2年間は議会や新聞に対して自分の弁護をすることで費やした。最終的には1000名のアメリカ人捕虜と交換ということになった。バーゴインの降伏に反応した大陸会議は1777年12月18日をサラトガにおける軍隊の成功を認識し、厳粛に感謝を捧げ称賛する国民の日と宣言した。これはこの国で初めてその名を持った祝日を公式に祝う機会となった。協議の条件の下でバーゴイン軍はボストンまで行軍し、そこからはその構成員が正式に交換されるまでこの戦争に参加しないという条件でイギリス戦でイングランドまで送り返されることになっていた。大陸会議は将来の戦争に関する合意条件が守られるようにバーゴインに軍隊構成員のリストを提出するよう要求した。バーゴインがこれを拒むと、大陸会議は協議の条件を履行しないことを決め、軍隊は捕虜のまま止まった。この軍隊はニューイングランド中のまばらな宿営地にしばらくの間止められた。個々の士官は交換されたが、協議の軍隊の大半は最終的に南のバージニアまで移動し、数年間捕虜のままとなった。この捕虜となっている間に、数多い者たちが逃亡し、実質的に脱走兵となって、アメリカ合衆国国内に定着した。1887年コンリューセ州、ジョン・ワッツ・ド・ペースター名誉少将、SNY サラトガ記念碑協会、第2代副会長1777年10月7日に、バーゴイン軍西捕類の出撃路地点で重傷を負った。大陸軍の中でも最も輝かしい軍人の記念に、彼はこの国の民のために、アメリカ独立の決定的な戦闘と自身少将の位を勝ち取った靴の記念碑の碑文1777年12月4日、ベルサイユのベンジャミン・フランクリンのもとに、フィラデルフィアが陥落したことと、バーゴインが降伏したという知らせが届いた。2日後、フランス国王ルイ16世は同盟の交渉に、承認を与えた。同盟条約は1788年2月6日に調印され、フランスは1ヶ月後にイギリスに対する宣戦布告を行い、7月のワイサン等の海戦で戦争が始まった。スペインはすぐには参戦しなかったが、1779年になって秘密のアランヘス条約に従って、フランスの同盟国として参戦した。フランスの参戦に続く、ベルジェンヌ伯の外交努力によって、後にオランダの参戦が実現し、ロシアのような他の重要な地政学的担い手が、中立宣言を発することにも影響した。バーゴイン降伏の知らせがロンドンに届いた時に、ノース教のイギリス政府は厳しい批判にさらされた。ジャーメイン教については、大臣は戦争を遂行できないとまで言われ、ホレス・ウォルポールは、我々はアメリカでの戦争を終える時に近づいていると語った。ノース教は独立の条項を含まない和平条件を議会に提出した。これはカーライル和平委員会によって大陸会議に届けられたが拒絶された。この方面作戦の戦場の大半は通常州立公園があるいは国立公園として保存されてきたが州または連邦政府管轄で歴史史跡にもなった。戦闘の跡を示すために建立されたいくつかの記念碑は国定歴史建造物に指定され、また別に国定歴史登録財にも指定されている。戦闘の多くが定期的に再現されており、ベニントンの戦いはバーモント州によってベニントン戦闘記念日を定められている。この方面作戦全体でアメリカ大陸軍が成功したことへのベネディクト・アーノルドの貢献は特に言及されていない。サラトガ国立歴史公園のオベリスクには、4面のうちの3面に、サラトガでの成功に貢献した3人の将軍の彫像があるアルコーブがある。すなわちゲーツ、スカイラー及びモーガンの彫像である。アーノルドを入れるはずの4つ目のアルコーブは空欄のままである。この公園には靴の記念碑もあり、これにもアーノルドの名前はないが、明らかに第二次サラトガの戦いでのアーノルドの貢献を称えている。ありがとうございます。